東京23東京23I love Tokyo 23 La 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 俺らの誇り胸に今日も戦おう La 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 俺らの誇り胸に今日も戦おう誇り胸に今日もサトシに渡して綺麗なボールです。山下の足元に曲がってくることでした。山下ハリスに行った。ハリスこれシュートコースですね。左足中に入れた。ちょっと一瞬オフサイドが臭かったですが、ハリスのクロスボールから深さしてグラウンドの風景はね、大人も子供も男も女もおじいちゃんもおばあちゃんも、今年はいいチームになりそうですね。23田村聡、打ってきた。おー、その前にボールがファールですね。ゴールキーパーへのファールだったのか。そして青梅の選手の一人が足をつっていますね。広瀬コーチとパリス、田村聡、深沢、おー打てる、深沢打てる。おー
決まりました。ゴールこそ河村太郎が決めましたが、今のは深澤選手の素晴らしい、なんていうの、献上するようなあれでしたね。深澤、そして河村です。河村佐藤、おお、たまたま来たぞ。来ました、ラッキーなゴールが決まりました。田村選手のこぼれ球をそのまま29番広瀬選手かな、広瀬コーチ選手ですね。相手ディフェンスに当たって縦渡辺高飛、あ、渡辺じゃない、あ、終了です。はい、2014年3月21日ですね、東京23へ地位対大梅 FC のですね、試合、東京カップの第2トーナメントが行われました。河村選手、広瀬選手、3対0ですね。トータルスコア9対0で、1つ階段を進めたのが、東京 23FC の方でした。いきたいと思います。素晴らしい、23のホームの、23区の皆さん、ぜひ、彼らを応援してやってください。本当に頑張っています。以上、駒沢補助競技場からお伝えしました。パラギルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。